4分間に全てをかけますと言いながら、4分じゃ無理かな。広いっすよね、廊下が。そしてここのね、玄関前のスペースが素晴らしくないですか。4分じゃ無理やな。おっじゃましんま。す。今回は福岡市中央区舞鶴にやってまいりました。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとシングルロックでございます。シューズボックスですね。段数しっかりありますね。これはね、もう4分ではもう諦めております。段数たっぷりのシューズボックスでございます。2004年に完成した15階建てのオートロックエレベーター宅配ボックス付きのマンションでございます。靴を揃えて、ここにもね、シューズボックス、サボテンスペースしっかりとございます。広いんですよ。 3L なんです。はい、よし行こう。こちら 6.5 畳の洋室でございます。まずは通路側に 6.5 畳の洋室、エアーコンディショナーは持ち込みタイプとなっております。 6.5 畳の洋室、まずね、この床のね、ちょっとここじゃ暗いか、ツヤツヤ感もいいんすよね。2004年なんで築19年なんですけども、めっちゃ綺麗にクリーニングされてありますし、もうね、手入れがしっかりされてる感じがしますね。クローゼットがございます。そしてこちらお手洗いですね。温水洗浄便座が設置されております。サボテンスペースや、これぞサボテンスペース。もうここにトイレットペーパーをストックしていただくことができます。上部には換気扇が設置されております。で、ここがパウダールームですね。独立洗面台が設置されております。室内洗濯機置き場も完備となっております。嬉しいっすね、こういうのがね、最初からあるとね、買わなくていいしね。本当に充実したパウダールームでございまして、換気暖房乾燥両風のリモコンがございます。めっちゃいいやん。バスルームですね。大きなバスタブでございます。追い焚き機能も完備となっておりまして、壁一面高級感のあるパネルが採用されております。浴室乾燥機がついておりますので、もうです。言うことないね。めちゃめちゃ新品やん。はぁ、素晴らしい。で、もう一つ洋室がございまして、こちらが 7.1 畳でございます。 7.1 畳の洋室にもエアーコンディショナーは持ち込みタイプとなっております。で、クローゼット、こちらにもあるということでございます。西鉄天神大牟田線西鉄福岡駅徒歩8分、天神まで徒歩8分ですね。舞鶴交番がすぐ近くにございます。さあ、そしてリビング、広いんですよ。広いの、とにかく広いの。 18.7 畳のリビングでございます。 18.7 畳のリビングで、今午前中なんですけど、お昼からはね、日がしっかりと差してくるようになっております。 18.7 畳の広々リビング、ツヤツヤなんですよね。フローリングの質感もすごくいいんですよね。さあ、こちらに大きなテレビモニターフォンが設置されておりまして、ちょっとね、収納がございます。9灯のリモコンがございまして、キッチンですね、シンクが広めで、調理スペースがしっかりと確保されております。3口のガスコンロシステムキッチンでございます。ガスの種別は都市ガスです。上部には換気扇と上部収納、下部収納もしっかりとございます。
1個開けてみるか。はい、こんな感じで、ちゃんと奥に冷蔵庫のスペースが確保されておりますんで、冷蔵庫が見えないですね。ここの壁でね、見えないですね。で、ここに食器とかちょっと、レンジとか置く場合はこちらに置いていただければと思います。いいね。バルコニーも広いしね。もう天神です。天神。バルコニーですね。バルコニーの向きは西向きでございます。西向きのバルコニーで、洗濯物も干せるようになっております。しっかりとした作りの分譲マンションでございます。最後にこちら、6.5 畳の洋室で、6.4 畳ですね。6.4 畳の洋室でございます。全部ね、暗記して一発でやってますんで、はい。3L だと覚えるのが多すぎますですね。突き抜ける青い空でございます。6.4 畳の洋室が最後にございます。最後にペット科です。ペット科って言っても犬様のみなんですけども OK となっておりますんで、猫様なかなかないですね。犬様のみペット OK となっております。ということで、今回の物件の気になるお家賃は16万5000円、管理費5000円、ペット小型犬飼育の際は条件変更ございますのでお尋ねいただければと思います。この物件が気になった方はマハロハウスまでお待ちしております。